ということでやっていきましょう。どうもラルクございます。ということで今回はですね、スマホ版ニャンコライ戦争サブアカの方でやっていこうかなと思うんですけれども、今回ですねやっていく内容に関してはこちらでございます。ということで今回もですね、また旅の方ですね使いまして、キャラクターの方ですね第3形態の方にさせていこうかなと思います。では早速ですねキャラクター画面の方に行きましょう。さあということで今回ですね第3形態にさせていくキャラクターに関しては、一応もうですね1体目に関しては目星の方はもうつけております。はい、ということで、まあ、進化させるキャラクターに関してはこちらでございます。クビランパセランでございます。クビランパサランでございますね。はい、ということで今回はですねこちらのキャラクターの方を第3形態にさせていこうかなと思います。本当はですねトゲランの方ですねやろうかなと思ったんですけども、まあ、ちょっとですね、黄色のまたたびの方がギリギリ足りなかったので、まあ、とりあえず今回は妥協して、クビランの方ですね進化させていくんでよろしくお願いします。最近ねあんまりちょっと使う機会がなかったんで、ちょっとせっかくなんでですね、まあ、今回進化させて使っていこうかなと思います。では早速ですね、進化させていきますか。まあ、第3形態の進化で吹っ飛ばし能力を失うが、通常の攻撃と波動の両方で必ずクリティカルが発生するようになるということで、まあ、これでもなかなかあんまりちょっとね場所、まあ、場面によっては使うとは思うんですけどもね、なかなかちょっと最近なかなか使う機会がなかったので、まあ、そんな感じやっていくんでよろしくお願いします。じゃあ早速、進化させていきましょう。いきます。はい、さあということで、もうこっからが見えないんだよね、首の方がもう胴体しかね、もう、はい、ということでこんな感じでございます。いや一番顔がね結構迫力あるんですけども、ね、その顔がね映らないということでございますけれども、はい、ということでこんな感じでございます。またとですね、とりあえずチャレンジステージの方で使うんで、まあ大体ね全体見るのかなっていう感じでございます。はい、ということでございます。あともう一体ぐらい進化できそうだとは思うんで、ちょっとまたレアキャラですね、やっていきましょうか。どうだろう、素材の方が、あこいついけるね、双剣猫魔剣士、こいついいかな。あ、ちょっと経験値の方もねちょっとだいぶ、あちょっと後回しにしてるんだけどね、どうしよう悩むな、お前また次回だな、ということなんでこちらでございます。魔剣士でございますね、まあ、こいつに関しては赤い的に超ダメージ与えるキャラクターでございます。まあ、第3形態に関して、体力と攻撃力が上昇になるということでございます。まあ、ちょっとね、たまたまに関しても結構溜まってるんで、もうちょっと消化しちゃいましょう。よし、じゃあこのまま、進化させていきます。いきます。はい、さあということで、そうこいつもね結構第3形態になるとね、このまとうねこの炎って言いますか、これがすごくかっこいいんですよね。赤と青でございます。はい、ということでございます。ということで、もう多分素材の方もねあれかなと思うんで、また次回ですね、残りのキャラクターの方もどんどんちょっと進化できればなと思います。ということで早速ですね今回進化させたキャラクターの方を使っていきましょう。さあということで早速ですね進化させたキャラクターの方ですね使っていこうかなと思います。ということでどうしようかな、まあ、まずは首からいきましょうか。ということなんで、まあ、4500貯めた段階で、出していこうかなと思います。さあということで、でちょっとねサブアカの方もですね、まあ、もしかしたらちょっとの期間ね、あのちょっと動画の方がもしかしたら撮れないかなと思うんですよね。ちょっとサブ端末の方のね、機種編の方ちょっとね行おうかなと思ってるんで、もしかしたらちょっとね、ラグがあるかもしれませんけど、まあいいや、もう出します、いきます。はい、さあということでこんな感じなんですよね。うん、顔が一番すごくね迫力あるんですけどもね、まあ、さっきは全然映らなかったので、まあ、この状態だとあんまりよくわからないよね。そう、こんな感じでございますね。そういえば、どうだろうね、なんか頭でっかちバージョンのなんか寝転が系も出てもいいんじゃないのかな。いたっけな、いや、いないよね。まあいいや。まあそんな感じで、また多分今後いろんなね、寝転が系も出てくるのかなとは思うんですけれども。いや、でもかっこいいね。猫魔剣士もね、結構かっこいいのよ、こいつ。最近なかなかね、あんまりちょっと使う機会がなくなって、マキシマムに取られてしまったんですけどもね。まあたまに使うのも結構悪くないのかなという感じでございます。はい、ということで、もういいよ、もうブラックマンもういいよ。毎回ねこいつにやられるんでね。はい、ということで、まあそんな感じでございますね。まあ、またとりあえず、こんな感じで次回も、キャラクターの方進化できればなと思います。はい、ということで今回はですねこちら猫魔剣士と、クビランでございます。こちらの2体の方ですね第3形態の方にさせました。まだまだですね進化できるキャラクターの方があるんで、またとりあえずですね、まあ、地道にまた旅の方を貯めて早めにですね、ちょっと進化動画の方もやっていければなと思います。ということで今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。